町田樹といえば、町田樹スケート史上最高傑作ができたと思ってるし、もう僕がソチオリンピックに行けるということはこれは革命なんですよ。フィギュア界にとってソチでも革命家になりたいと思います。最新鋭のロケットじゃないけど、しっかりとこのまま高く高く飛んでいけるように。独特な言い回しで語る強気な発言、その言葉の数々は町田語録と呼ばれ代名詞となったのだが、自分自身をこうプロモーションする一環として、まあそういうことにも取り組んでましたね。今シーズン多分素の町田樹と今ここにいる町田樹は違いますね。素の町田樹がフィギュアスケーター町田樹をこうプロモーションしてるというか、企画制作プロモーションみたいな、そんな感じですね。だからもう一人自分がいるかもしれないですね。この仕掛け人も大西コーチだった。一番最初にねミーティングした時にね、彼が僕は6番目の男だとかなんだかんだとこう言うんでね、いやそれはあかんやろと。昨シーズンまでの町田は、ロシアはもっと自分自身の滑りができるように、まずはメダルというよりも自分自身の演技ができたらなと思います。自信が持てず、人前で決して大きな目標は口にしなかった。しかしそれではいつまでたっても結果には結びつかないと大西は考えたのだ。彼自身を一番最初に見てて僕の中で感じたのはね、すごく引っ込み思案というかね、とりあえずね自信を持たすためにね、僕考えたのは有言実行、まあ初めに有言実行で行こうということは本人と話し合ってね、でとりあえずお前も大きいこと言ってもいいから、それを一つ一つ実行していったらね男らしくなるよっていう話をしてて、最初に小西先生にそれを狙ってるんだったら遠慮なく言えと、でも僕の心はまだまだ昨シーズン同様弱いんですよ。全然強気発言してますけど、自分の心の中ではあ大丈夫かなこんなこと言ってとかすごい思うんですよ。だけどもやっぱ僕もそれを本気で狙って日々生活してるわけだし、願いは叶うって言うじゃん、願望ってそうでしょ、望んで願うわけでしょ、願って望むわけでしょ、だから願いは叶う言えば叶ってくると信じるしかないでしょ。それを伝えた。だから技術的なことはあまり、上手だもん。こうして意を決した町田は、ロシアも遠慮なく優勝を狙いに行きます。グランプリファイナルの福岡狙います。オリンピック3枠中の1枠は僕が必ずもらいます。有言実行を繰り返すごとに自信を増していった町田は、ついに夢にまで見たオリンピックの舞台にまでたどり着いたのだ。そして先月行われた世界選手権、今までで一番完成度の高い状態でこの埼玉スーパーアリーナ世界選手権の舞台でオーディエンスの皆様に届けるということが最大の目標です。初出場にして見事羽生に次ぐ銀メダルをつかみ取った。最後まで大西コーチの教えである有言実行を貫いた今シーズン、今じゃ僕より上手に喋るじゃない、すごいじゃない。あんまり喋りすぎんなよって僕言うたことあったの。終わってみればパーソナルベストはなんと45点もアップと飛躍的な成長を遂げたシーズンだった。男になったよね、なんか今まではただのダダっておかしく お坊ちゃんだったけど、男になったって感じだよね。まだまだこれから伸びしろだから、
もっともっと有言実行していくんじゃない、あの子だったら。なんかそういう器を持ってるよね。もう本当に晴れ晴れしい気持ちで誇らしく銀メダルを手にしてるんですけど、ただやっぱりあとちょっとの差だったので、来年こそは、来シーズンこそはしっかり彼を、抑えられるような表現者になれたらなと思います。町田樹の有言実行は続いてゆく。